序曲、山と湖の国作品3は、スコットランドの作曲家、ヘイミッシー・マッカンが作曲した演奏海洋序曲である。今日、マッカンはこの、山と湖の国の作曲家としてのみ知られているが、この作品は、マッカンが19歳の時の作品である。山と湖の国というタイトルは、ウォルター・スコットの作品、最後の吟遊詩人の一節。 ラント・オブ・ブラウン・ヒース・シャギー・ウッド、ラント・オブ・ザ・マウンテン・ザ・フラット、より取られたものである。1887年11月5日、ロンドンの水晶宮にて初演された。ジョージ・バーナード賞によって、遠く離れた丘の上に、あなたを運ぶと評された。フルートに、オーボエに、A ンクラリネットに、ファゴットに、ディーカン・ホルに、ディーカントランペットに、トロンボーンに、バストロンボーン1。 チューバ1、ティンパ2、シンバル、弦楽5部、アレグロコンモート、4分の3拍子、ロタンチョウ、タ形式の楽曲である。冒頭から、チェロによって、フテンリズムが特徴的で力強い第1主題が提示される。この主題がバイオリンに受け渡されて、最初の頂点を築くと、平行調の二丁調に転じ、第二バイオリンに同じくフテンリズムが特徴的で、 歌謡的な第二主題が提示される。全合奏で第二主題が確保され、ホルンのソロが小玉のように響いて静まってゆくと、ティンパにチェロ、コントラバスがロートを補足する中、ホルンのソロとバイオリンの掛け合いで展開部が開始される。次第に厚みを増してゆき、頂点で補短調に転調し、弦楽器の三連符によるリズムの上で、第一主題が、 金管楽器により吹き鳴らされる。フルートやクラリネットによるパッセージと弦楽器による第一主題の動機の掛け合いが続く中、音楽が静まってゆくと、冒頭と同じ形でチェロに第一主題が回帰し、再現部に入る。形通りの再演を行った後、路長長に転じてチェロを起点に第二主題を再現し、幾度もクライマックスを形成し、 金管楽器によるファンファーレを経て、花々しく曲を閉じる。ありがとうございます。